1億2500万人のトラックレースファンの皆様、こんにちは。ザワチャンネルです。大好評をいただいておりますザワチャンネルトラックレース実況動画、今日ですね、皆様にお届けするトラックレースなんですけれども、第53回中国中学校陸上競技選手権大会女子 800m 予選第2組目の、こちらのね、レース模様を楽しく、そしてエキサイティングで、お伝えしたいなと思っております。まあ、なぜね、このレースを僕が選んだのかと言いますとですね、大注目、もう全中大会でもね、優勝候補の一人と言っても過言ではないんじゃないかなと、思いますけれども、今映りました、黄色い上着に、オレンジの短パン、大和中山本優里選手。まあ、去年のね、ジュニアオリンピック、800m のね、チャンピオンですから、もうタイムもね、しっかり持ってきてますんで、で、まあ、今年もね、1500m、800m、ダブル全中大会出場と、いうことでね、まあ、昨年惜しくも全中大会の出場はできなかったんで、まあ、しっかりとね、今年はダブルで、出場を決めているところからもね、あの調子の良さが、伺えるところです。さあ、果たして、予選第2組目なんですけれども、こちら山本選手がどのような走りを見せてくれるのか大注目でいきましょう。さあ、選手コールが終わりました。スタートいたしました。さあ、山本選手映っております。ゼッケン3番、背中のバックナンバーは213番と、まあ、あの目立つねユニフォームですんでね、分かりやすいかなとは思うんですけれども、さあ 100m 過ぎて間もなくオープンレーン。さあ、ここからですね。さあ、果たして、誰がこのレースの主導権を取ってくるのか。やはり山本選手が譲らない。まずはトップをキープ。まあ、あのジュニアオリンピックの時は下森選手っていうね、熊根市中、福岡県にあるんですけれども、あの選手がね、しっかりとリードしてたんで、まあ、その後ろにつくという展開だったんですけれども、やっぱりね、タイムを持ってますんで、このあたりもしっかり独走力、前でもね、しっかりと自分のレースができるというところが、この展開からもね、分かるんじゃないかなと、今、トップはね、山本選手、そして2番手に、高千穂中、こちらが。中原選手、そしてね、3番手に、岡山県総山、こちらが、太田選手ということで、さあ 400m、1分5秒。さあ、山本選手、このまま逃げ切ることができるのか、果たしてどうなってくるのか、大注目です。あ、けどね、中原選手、そしてね、太田選手もね、まあ、惜しくもね、全中大会 800m の、ね、参加標準記録を突破することはできなかったんですけれども、中原選手なんかね、ほんま、16秒台出してるんですよね。出してるんですけれども、0コンマ、ちょっと足りずにね、出場を逃してるんで、力もね、しっかりとある選手なんじゃないかなと。そしてね、太田選手も、今年ガンガン、調子上がってきてますんで、まあ、タイムは今まだね、届いてませんけれども、これからの伸びしろ、期待していきたいなと思います。さあ、出てきたのは太田選手が外から出てきました。さあ、山本選手譲らねえか、このまま粘って、逃げ切るのか。さあ、山本選手、トップをキープ。さあ、太田選手、中原選手が食らいつこうとするが、しかしここは太田選手譲らない、譲らない。さあ、横をちらっと見ながらゴールと。いやー、ちょっとね、圧巻のレースでしたよね。タイムも2分12秒81と。さあ、12秒台が出ました。かなりですね、ハイレベルなこのレース。さあ、次はね、決勝ですので、こちらもお楽しみにお待ちください。はい、女子 800m 予選第2組目、いかがだったでしょうか。いやー、ちょっとね、かなりのハイペース、山本選手がね、しっかりと、レースメイク、まあ、したおかげもあってか、他のね、2位、3位に入りました、中原選手、そして太田選手もですね、大幅自己ベスト更新。もしもこれがね、通信であったり、県戦であったりね、
指定された全中大会出場の指定された大会でこのタイムを出していればね、あの全中大会、参加標準記録が、2分16秒50ということなんで参加できてたんですけれども、いや本当ね、中学生、全中大会の出場っていうのはもうマジシビアですよ。指定された大会で出さなければ出れないというね、本当に厳しい中ね、皆さんレースされてると思うんで、まあ、大幅自己ベスト更新ですからね、まあ、あの山本選手のみならずね、こちら中原選手、太田選手にもね大注目して決勝戦見ていきたいなと思います。はい、お待たせいたしました。女子 800m 決勝ということでね、しっかりとお伝えしていきたいなと思います。さあ今映ってるのは、2組目、しっかりとね自己ベスト、更新いたしました大和中山本優里選手。もうシューズのね、色もねユニフォームと合わせてる感じで、かなりもうもうひしひしとね、中国大会もしっかりと、制するという気迫がね、伝わってくる感じなんですけれども、あの本当2組目、1位のね山本選手はしっかりなんですけれども、まあ、2位に入った、総山のね、太田選手、そして、高町中のね、中原選手とも、しっかりとね、全中には出ることはできませんけれども参加標準記録はねこの中国大会で切ってきてるんで、本当ね、決勝戦、まあ、この3人が中心になってね、展開していくんじゃないかなという感じはするんですけれども、本当ね、大注目でいっていいんじゃないかと思います。さあ、いよいよ選手コール、まずは115番収容中山本夏実選手。山本選手はですね 800m は惜しくもね参加標準記録切ることができなかったんですけれども、1500m で、しっかりとね全中大会出場を決めておりますので、スタミナはある。こちらのねスタミナを使って、どこまでね、こちら先ほどタイムを出してきたね3人に迫ってこれるか、大注目でねいきたいなと思います。いや太田選手もねちょっと怖い存在ですよね。大幅にね自己ベスト更新してきましたんで、さあ果たしてどうなるのか大注目でいきましょう。さあスタートいたしました。さあ山本選手にカメラがついております。213番、黄色いユニフォーム、そして、赤い短パンというところでね、ちょっとジュニアオリンピックの時とね髪型が違ってるんでちょっとびっくりしたんですけれどもね。さあしかしやはり強い山本優里選手、負けない。この辺りしっかりとね、初めのスピードに乗って入って、で相手の見方を見ながらちょっとレースを作っていこうかなという、ちょっとねタイムじゃなくてね、順位優先でね今回行ってると思うんですけれども、さあそれに食らいつくのはやはり、2組目でね、山本選手の背中を追った、中原選手、そして太田選手と。さあ山本選手もね、収容中ですよ。山本選手もいいチャンでね、しっかりとワンチャン狙っていただきたい。さあ山本選手依然先頭、追うのは中原選手、そして太田選手、その後ろに、収容中山本選手と。さあ1周目1分6秒、予選よりねちょっと遅いですけどもね。さあしかしここから上げてくるのが山本選手、それに食らいつくのが、岡山総山、こちら太田選手と、いうところでしょうか。昨日今ね、トップの2人映ってますけれどもね、ちょっとやっぱり山本選手のね走り方がそんなに力んでないんですよね。いい意味でリラックスしてるというか、力んでないっていうか、太田選手はねしっかり腕を振ってね、体を持ってきてる感じなんですけれども、相当ね山本選手っていうのは下半身がね、強いんじゃないかなと。そこまで腕を振らなくても、しっかりとね、推進力、かなり太田選手が腕振って差を詰めようとしてるんですけれども、もう縮まらないこの推進力ですよね。このあたりがねやっぱり山本選手、まあ、ジュニアオリンピックでもね、こういう勝ち方をしてきたんで、これはこのあの走りにねますます磨きがかかっているんじゃないかなというふうに思います。さあしっかりとちょっとね、かなり余裕を見せながらのこれは一着ゴールなんじゃないでしょうか。
さあ、太田選手入りましたが、ちょっとね、高千穂中中原選手疲れたでしょうかね。2分14秒というところでね、しっかりとタイムを出してきているということで、まあ、本当にまだまだね、この中国大会、限界ではない、そういったね、印象を持っておりますので、山本選手、まあ全国はもうこちら、出ておりますけれども、もう2分10秒台、こちらが出てますんで、そういった強者たちにね、どこまでね、この山本選手が立ち向かっていけるか、でもこの中国大会を、見ればね、まだまだ戦いはできるんじゃないかなというふうに思っておりますので、ぜひとも頑張っていただきたいなと思います。ご清聴ありがとうございました。